以来ダブルバース無観客ライブボルツ、まあ、2回目ができて嬉しいなと。しかも、移転新装
カンタル2の、ステージに、無事に上がることができて、とっても幸せな今日この頃、今日はですね、ダブルバーズとしては初めての YouTube 生配信ということで、なんかちょっと失敗すると配信行為ということですね。伊集院さんが言ってましたね。配信行為をしないようにしないといけないということですね。結構リハはグダグダでございましたけども、グダグダになった理由が実はありまして、それはまたブログなどで、お知らせしたい今日この頃ですね。オープニングが、ハンク&クリフト、ハンクとクリフ祭りということで今日はスタートいたしました。続けざまに、黄昏で見えない、何でも、某音楽サイトの、ユーミンワークスにこの黄昏で見えないがアップされたと先日報告がありましてね、まっとう由美がこの曲を作曲したというスクエアの、アルバム「内水レインボー」から2曲、お送りしてスタートした、ダブルバース、YouTube でお見かけされるのは初めてな方がほとんどであろうという中でですね、こんなザスクエア、ティスクエアの、カバーバンドをやっているダブルバースでございます。大分の、バンド、親父バンドということで、MC が長くなりそうなのでちょっと次の曲に、行こうかと思うんですけども、画面の向こうの皆さん、今日はですね、GoTo なんとかなんていうか GoTo ライブハウスということで、頑張れライブハウス投げ銭、なんとかということで、まあ、よろしければ、頑張れカンタルーツーということで、よろしくお願いしたい今日この頃、それでは2曲目、3曲目今度は3曲目ですね、何ですか、ホワイトメン。
サクサンドリーウィ、自分の名前が分からなくなるという大変な事態になっておりますけど、カンパリオレンジ姫のサクサンドリーウィ、さあ、今日生配信ですけどね、少しでも見ていただければ、
いいなというのと、またこの後ですね、アーカイブだとか、ダブルワーズチャンネルの方でまた発信させていただいたり、ボールワンの方も、配信してですね、配信じゃないか、YouTube にアップしまして、最近ちょっと YouTube にね、スクエアの、楽曲をアップすると、日本で、この地域で、だから日本ですね、日本でその、見れませんというのがありましてですね、今日のこの曲たちが果たしてどういうジャジメントを受けるのかっていうのは分かりませんけど、まあ、ツルースやるとまずいというのが最近分かってますんで、ツルースとですね、オーメンズオーグラムがね、もう絶対アウトなんですけど、この間でもその2曲やったけど大丈夫でしたね。これはどういうことなんでしょうね。そういう風に聞こえなかったのかもしれませんね。はい、まあ精進してるつもりなんですけどね、ダブルバーズらしい、これ言わなきゃいけなかった、15周年に突入いたしました。ダブルバーズでございまして、はい、いつが結成日か実はわからないというですね、多分秋だったろうと、初ステージは次の年の 2月でしたんで、正式には15周年ライブなんていうのは来年の、いつできるんでしょうね、このコロナ禍の中でですね、4000万人の、感染者が世界中出ている中で、日本は10万人まで行ってませんからね、この X ファクターというのをちゃんと検証して、これをはっきりさせるのが、ワクチンよりも世界を救うんじゃないかと僕は思ってるんですけど、この X ファクターを国が全然こう何も言わない、こんなこと言ってたらちょっと配信できなくなる、カットしないといけないんですか、大丈夫でしょうかね、本当にそう思うんですよね、 X ファクターがなんか世界を救う気がするんですけども、これを解明してほしいなと思う今日この頃ということで、次の曲に行きたいと思います。2曲続けていきたいと思います。もう曲を言いましょう。ダブルワーズチャレンジコーナー、お披露目でございます。なんだっけ、サニーサイドクルーズ、サニーサイドクルーズはこれは、大人の方で非常に人気がある曲なんですよね、確かね、チャレンジコーナーです。そして、昨年からずっとチャレンジが続いているエキスプローラー、2曲続けて演奏します。
数は多分6曲ということでラストの曲になります。ツルースをやると先ほどの理由なんですけど、まあ、ツルース、もういいでしょうということで、今回はですね、ドッシュのうなじで最後を飾りたいと思うんですけど、ダブルバーズ、15周年、来年の春に、ぜひとも15周年ライブやりたいなと思っておりますので、いつでしたか、つい先日、日本で一番早い忘年会をしましてですね、打ち上げという名の忘年会、打ち上げ前ですね、プレ打ち上げという決起集会がもう忘年会だろうと、ボル3の話をいきなり、しまして、5周年の頃にやってた、だから10年前にやってた頃の曲を今このメンバーでやったらどうなるのかねというような話で、チャレンジ曲はなんだっけ、コカパバーナ、やりますよ、もうこうなったら斉藤さんコカパバーナやりますからね楽譜をよろしくお願いします。それからとラブオールとヒットアンドラ、ヒットアンドラ、ね、そうそうそうやろうじゃないかと、これはもうでも一回やってるんで、今のメンバーでやったらどうなんでしょう、10年も経ちましたダブルバースということで、15周年は、まあ、そういう、色とりどりな曲を入れながら、また6曲でやってみたいと思うということで、まあ、今日その最後の曲は愛しに同じということで、私がいい上を持ってサックスを置いてマイクを置かせていただきます。今日はどうもありがとうございました。投げ銭をいただいた方本当にありがとうございました。頑張れカンタルプ2、私たちも次のステージまた呼んでいただければと思っております。愛しの同じ最後です、聞いてください。
どうもありがとうございました。画面の向こうの皆様、今日はいい夢を見てください。どうもありがとうございました。ダブルワーズでした。